アモアスのあるある言いたい早く言わんのんかい。え、終わり。いきやすか。はい、いきやす。はい、お願いします。アモアスのあるある早く言いたいよ。見落として。Let's go! あ、ミスタータスク。まあ、いいや。茶色、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 黒、茶色、黒、茶色。黒、茶色、黒、茶色。黒、茶色、黒、茶色、黒、茶色。あ、死んでる。はい、あ、死んでる。あもアスのあるあるいたい。まだやん。人死んでるやで。人死んでるやで。セタさん。よ、ある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 よ。ハイデン。いや、やらり言えよ。と、やらり言えよ。黒と、青がハイデンマの前にいたかな。じゃあ茶色と黒だ。茶色と黒がいて。うん、で、その後エレクトリカルも一緒だったんで無理だと思います。茶色と赤が最速どうですか。うん、そうっすね、はい、はい、で、エレクトリカル結構いたかなと。そうです。あと夏目先生の書道を洗うといいと思います。見てないです。初手下にで見てないということは左か右だと思います。右自分一人だけだったんですけど誰もいなかったです。じゃあ左か。あ、待って、左最速、それともちょっとしてから行った。あ、その全ちゃんさんが右に抜けたのが最速で抜けたのが、ちょっとカフェでゆっくりしてから抜けたのか、なんかウェポンで見たのか、一番最初にウェポンでダウンロードしてたんで。あ、ダウンロードか、はい、けどその時も、あ、わかんないです、見えてないんですと思うんですけど、いや、でも誰とも合わなかったんで引けないんじゃないかなと思います、うん、右側。わかりました、OK です。あ、で、エレクトリカルから出て、僕十字路くらいまで歩けてるんですけど、そこ、まあロアの左下見たんですけど、そこには下いなかったです。あ、じゃあ、アルマさんは左方向に走ったってことね。あ、エレクトリカルから出て左出て十字路くらい出るんでってボタンで。あ、じゃあエレクトリカルにどうやって入ってきました。初手したいってコミュニケーションダウンロードしてエレクトリカル入って、うんうん、足湯さんと同時に入ってってる。そうですね、初動したいってエレクトリカルまで行ってる人はなんか反抗してなさそうな気がしますけど。うん、同じく初動アドミンは誰ですか。はい、赤、赤、水色、青じゃない。緑も行きました。あ、緑、ちょ、ピカクロスさんも見た気がするけどいなかったですか、その辺。まあ、あと私はごめん、ちょっと思い出せないかな、誰とすれ違ったかは。ちょうどでも下ですよね。下下下下、エレクトリカルで行ってるから。レンより先にピカさん届いてましたよ。はい、なんか。ここ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 。誰も押さないのか。押せませんよ、私は。いいボタンですね。うん、はい、ボタンです。アドミン見てる限りだと動いたから多分ないかなと思って押しました。はい。あ、とりあえず 100% 僕が出せるのはもう茶色と黒が無理ってことです。はい、100%。茶色と黒が無理。はい。で、先端さんも無理ってことですよね。
いや、僕はわかんないですよ。カフェで。ボタンを押してるんで。あ、そうかそうかそうか。コンキルしてるかもしれないです。あれだな、多分左側に死体があるってことで、多分大筋合意が取れてる。ないしは右行ったのって誰でしたっけ？ベンチャンさんが。ベンチャンさん。そう、ベンチャンさん。そう、ベンチャンさんがインポスターじゃない限りは左方向って感じですね。うん。これさ、所定左渡ってもう一回教えてもらってもいいですか？左は多分誰も名乗り出てない。なるほど。いいですか、あの最後エレクトリカル出て分かれてからなんですけども、多分アルマさんが左行けるのって多分8秒とかそんな理由はないので、ドア閉まってたんですよね、エレクトリカルのドア閉まって、閉まってて引っかかってるの一緒に見て開いて、いや8割がもうちょいあるかなって、カフェのボタンを押すまでなんで、そんな猶予はないっていう、そんな猶予はないっていうか、まあたまたま回ってきたら殺せるけどっていう感じな、だからそうだよね、わかります、言いたいことは。あとオラフ君とサントさん、お互い出せる情報ないんですか？停電起きた時に、アッシーさんがトの字あたりに行って行ったんですけど、アッシーさんはそのままエレクトリから入ったって感じなんですか？はい。誰か死にしてます、アッシーさんのことはエレクトリからで覚えてない。特任がいたはず。アッシーさん僕一緒に入ってるんで。あ、了解です、はい、じゃあサントさんもエレクトリカルいましたね。うん、入った。だオラフ君は私視点ないかなと思ってる。で、その後に、ストレージのタスクのところにゲンさんと僕ともう一人ぐらいいたんですよね。うん、そのエレクトリカルドア閉めた後に。だから、アルマさんの、リアクターセキュリティまで行けるのも多分できけると思うんで。あ、でもね、まあ、十字路ついたくらいですよ、本当に。うん、中も見えてないってこと。だから僕は、まあ、ゼンちゃんさんがやって、初度左行ったのを右って言ってるのも全然あるかなとかも。あー、なるほど。これ押した方がいいですか？いやー、もう押さない方が、はい、多分絞れる。パンパン、弁当のお知らせです。弁当のお知らせです。ナビゲーションのこの字で黄緑のアルマさんが弁当に入ってるのを発見。皆様通報をよろしくお願いいたします。カメラついてました。センタンさんが一緒に見てくれてましたね。いやいや入ってないですって。じゃあローラーディです。入ってないですって。先生キルはアルマさんっぽい気が。いやいや入ってないです。はい、カメラついてたか。あ、いやいや、あのね、あれセキュリティの部屋に入っていくとこは見えたけど、光ってたかわからない。私すぐ下っちゃったから光ってるのかわからないけど、部屋には入ってる。でわかんない。いや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 、入ってないっすよ僕は。じゃあもうあのアルマさんで、その後僕ローラーでいいです。いや、これゲンさんとオラフさん、このね、ちょっと僕の言い分を聞く前から入れてるの結構黒いっす。黒いっす。なんかお二人の配信環境に感動して入れてしまいました。違う。センターさん視点だと僕白ですよね。僕はあの横で助けてました、見てないです、あのカメラは。でもカメラを見てるアメリさんは見ました。そう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 。なんで、見てないです。僕が黒塗りしてるか、普通に見たか。見てないか、じゃあ。ちなみに入ってないっすね。入ったのを見たの、出たのを見たの。入ったの見ました。入ったんじゃないですか。そう、入りました、入りました。入ってない。ウェポンからずっと位置が、なかなか別のとこ移動しなかったね。カフェにも下にも行ってなかったんで。言われてること。なんでアベレイさんライン切っちゃうんですか、ここで。やめてくださいよ。すいません、すいません。まだ容疑者絞られてなかったのに。ああ、すいません、すいません。どうせ心の底から言ってる感じがするな。あ、いや、まあ、伝わっちゃいます。うん、ずるんですか。思ってたっすね、確かに。あ、アベリーさんがじゃあ。カメラついてたのか。相方誰だろうな。相方。誰だろうな。これアベリーさんのラインギリなんですね。のラインギリやったら次アベリーさんか。アシューさんですか、もしかしてインポスターもう片方。違いますよ。そんなないです。正解？違います。正解だ。
いいパスができたな。ナビゲーション。集合。まあ、助けないけど合流します。茶色。茶色、黄色。黒か。黄色、オレンジ。茶色。あれ、黒か。強い。ナイスボタンですか。ナイスですね。これインポスターきついっすよ、絶対。もうタスクがだいぶ進みましたね。まあアルマさんで落ちている前提でですね。かと思います。まあ一応確認、念のための確認なんですけど、センターさん、あのアベデジさんが言った話は本当ってことで大丈夫ですか。カメラの前にはいました。なるほど。しかもあのサントスさんもそのセキュリティに入ったのは信任してくれてる。そうセキュリティに入ってる入ってる。そう。まあじゃあ大丈夫か。大丈夫だと思います。すいません、失礼しました。はい、まあ仮にインポスターだとしてもカメラは見てるはずです。うん、さすがに見てない状態でこの字の情報を広げてない状態で嘘をつくと、まあ、そこに2人ぐらいいた時に破綻するので。うんですね。はい、うん、いやーゲンさんこれで白くなっ、このボタンめっちゃ白い、アブリーさん白い、やっぱダムーズの相方のオラフ君なんじゃない？いやいや、やっぱ、いや、違います。僕はやっぱ、アシューさんじゃないですか。確かに。LINE あるね。やばいよ。ないですよ、LINE なんて。ダムーズのオラフ君と。ダムーズ。アベリさんしろってことは僕もしろってことだよ。そうですね。やっぱ平均恐怖症なんで。頭のね、トゲがやっぱ、お互い怖いんですけど。ハリネズミのジレンマ的な。ゼンちゃんさんじゃないですか。ええ、でも自分最初右に一人でいたのはあれじゃないですか。はい、疑われてましたけど、うん、石切目の浮き位置ではあります。まあそうっすね。まあまあまあ、はい、ああそうですね。初日足湯さんってどういう動きでしたっけ。初日はあんまりみんなに見られずにさりげなくエレクトリックになるから怪しいな。でしかも一緒にいてたって言ってくれたのがアルマさんなんですよ。あ確かにこれは確かに足湯さんずり正解ですか。ちょっと待ってくださいよ、違いますから。あー正解だ。ちゃうから天から聞こえてくるの。強いな足湯さんであってほしい。もうちょっとバリエーション用意してきますね。足湯さんであってほしい。もう青黄色水色オレンジ、しはい。はい。給油、ストレージの給油ですね。依頼があったのは。で、
エレクトリカルに閉じ込められてたんですけど、閉じ込められてる時に、右から左側に行く、あ、それ僕です、アベリーです、そうですね、アベリーさんが見えたんで、めちゃめちゃ自分目線一瞬怪しいなと思ったんですけど、はい、あ、でもそれだったらゲンさんとセンターさんかなが、白取ってくれると思います。私でも今一人でロアまでまっすぐ抜けていったので、はいはいはい、はい、僕も白は拾えないから、アベリーさんは見たけど、それじゃの給です、その後が分かんないから、ピカクロス、アドミンの情報だけ出すんですけど、まあ、キルフラッシュというものは今回消えてるっていうのはちょっとあのリスナーの方向けにもちょっと説明した上で、はいはいはい、ストレージが、2から3に光った瞬間にリポートが入ってるので、おそらくその3になった瞬間はゼンチャンさんだと思うんですね、はい、ってなってくると残りの2っていうのが死体と、もしかしたらインポスターなのかなってパターンかなとはちょっと思ってるぐらいです。最終位置いってきます、僕アッパーエンジンです。センタンさんと私がアドミンで、あと一人誰かいたよな、アドミンには入ってないんですけど、トノジのストレージ寄りに歩いてました。そう、アシエさんがいた、覚えてる覚えてる。あれ、オラフ君ストレージ上のタスクってなかったっけな。で、アシエさんがあれなんですよね、ストレージの上からなんか降りてきたのも見えたんですよね。そうですね、ストレージの上って、でもそのストレージの中まで入り込んでないですけどね、ちょっと入ったぐらいです。ただストレージからアドミンに向かってるところは私も見てて、私のタイミングであの足湯さんが上がってきてる感じかな。ただとなってくると、ストレージにもう一人多分、あの仮に足湯さんがインポスターだったら、ね、ストレージに3映ってるうちの1 の, あの人物が多分名乗り出ると思うから、あ、佐藤さんはアッパーズ1って映ってないですか最後。ごめんなさい、見てたのがね、ちょうどアドミンストレージ見た瞬間になっちゃったから、それ以外が見てないですよ。佐藤さん、アッパーのどこいらっしゃいました。アッパーのカチって押すとこ、あ、エレクトリカルのあれタスク、はい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 、自分タスク終わりました。あ、終わってます。バニンないか、タスクやります。うーん、アドミン覚えてない、セルフかな。まあ3にはなってたんだよね、確かに。ドドドロンバ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 ンカメラ見るか。で、まあ、助け勝てるやろ。やっとる場合か。嘘でしょ。はい、はい、アベレージです。アッパーエンジンの、下側でセンターさんの遺体を発見しました。はい、ちなみにエレクトリカルで、黄色黒茶色が一緒にいるの見たんですけど、ずっと一緒でした。あのゲンさんのこと見てました、ずっと。あピカさんと私は大丈夫。あ、サントさんいたじゃん、はい、そういえばあの辺に。ベンチャンさんはちょっと途中でいなくなられたので分かんない。最後の最後アドミンに向かったんですけど、あれ青黄色水色オレンジじゃん。瞬間に O2 が鳴ったので解除しました。最後私、ナビの前の、配線をやって終わってギリギリ緑が今思い出した。人なんか O2 に入ってくのがギリギリ見えました。あ、はいはい、僕ですそれ。緑あって。リギュアで折ってそのままシールドから上がってきました。うん。縦に。センチャンさんとサンさんと、はい、センタンさんが3人左に、まあ、いやタスクで勝てると思ってたから、うん、あんまり、うん、スキップする気しかなかった、うん、センタンさんと勝てるし、はい、サントさんに、あ、私ですか、はい、私初手が左行ってロアアッパーやってで、アッパーローから、まあいいや、あとロアとアッパーのタスクやって、でその後ナビの方向にタスク残ってるのを確認したんで、右の方やって、タスクやって、でタスク終わりです。で、私の通った時には、センターさんもいなかったですけど、おそらく初めの、ドア閉めもなかったので、私がパス行った時には30秒まだ経ってない状況かなと。
そこで別れたんですね。あ、別れたっていうか見てない、センターさん。見てないですか。あ、あとアッパーで、アッパーで、アッパーかな、わかんないけど、私がロアーに行って戻った時にはいなかった。で、はいはい、ちょっとアッパーに残ったのか、リアクターに残ったのか、赤字に残ったのかわかんないですけども、少なくともロアーの左下を私やりに行った時にはもう、いないし、戻った時にも見かけてないっていうのが私視点の赤の情報ですね。うん、足湯さんはでも一緒にいらっしゃるの見たんですよね。そうですね、一番初動でサントスさん、ゼンチャンさんとセンターさんが3人で左行ってました、ね、メドベイ僕入ったんですけど。そうで、ゼンチャンさんの話は聞いてないけど、まあタスクでいいかなと思ってる。いや、いいと思います。サントスさんとアベリーさんの中にラストルフがいるかなって思ってます。だとしたらサントスさんになっちゃいますよ。そうですよね、イベント見ちゃったんで。いやー、アモアスのあるある言いたい早く。言わんのんかい。え、終わり。アモアスのあるある早く言いたい、痛すぎるよ。アモアスのあるある早く言いたいくなる。アモアスのあるある早く言いたい。はーい、はい、見ちゃいました。だいたい、はい、違う人は分かります。ゲンさんとゼンちゃんさんはないです。はい、あ、僕右側でナビゲーションタスクやっておりました。ちょうどサントスさん、サントスさん、I can't speak。 壊れちゃった壊れちゃった壊れちゃった。お使いの対応してません。もみあげ切るっすね、じゃあ。うん、原始点あんまり分かんなかったです。はい、今原さんが上に行って上から降りてくると、うん、でセンちゃんさんが僕と一緒に出て、でセン、あのピカさんが倒れるスポットっていうのを見えたんで、うん、おもてなし、はい、おもてなし壊れちゃった壊れちゃった。オリンピックか。ジジイでサントスさん、ごめんなさい。いや、どうしたどうした。ジジイ、せっかく初手切るまくいったのに。ジジイ、いや、申し訳ねえ。いや、初手切るすげえよかったから助かりました。いや、え、あれって入った瞬間につけた感じですかね。あ、なんか下からスイって言って弁当の上で止まって、なんだアルマさんふざけてんのかなと思ったらスッと入ってたんでこいつみたいな感じでした。いや、一応確認したつもりだったんですよね。いや、くっそ、点滅遅いから、もしかしたら、ね、そこで消えてる瞬間を見てしまったパターンかもしれないですね。いやー、マジ申し訳ねえ。いやビッグサントスさんが後ろにいるとき殺意感じたからな。あ、リアクターの真ん中にとどまっといた方がいいかなって思ってとどまったらキルされた。いや、もう場所関係ないですから、時間なさすぎて。そうっすよね。めっちゃ、でも途中まで サントスさんの頭なくて、ずっとゼンちゃんさんなんかなと思ってて、ああ浮いてました。そうですね。いや、でも大胆でしたね、アッパーエンジンにいましたが、そのストレージにあるときに誰も名乗り出なかったから。あ、そう、私ストレージっすよ。ストレージなのにアッパーつけるんですよ。そうですよね、だからおかしいなと思って。そう、私があの本当に見て、あの2つ確認した瞬間になったんで、うわ、全然それ以外見れてねえなって感じだったんで。いや、見事ですね。もうそれにかけて大胆な嘘つきました。なんかまた先端さん霊界で歌ってたんですけど。え、そうなんですか。結局あるある言い切れなかったっすね。歌ったことないですよ、僕。